左へ折れて、血統の門にいる。今は昔、勝備の乱に目に余る多くの人を幽閉したのは、この塔である。草のごとく人をなぎ、鶏のごとく人を潰し、唐酒のごとく屍を積んだのは、この塔である。血統と名をつけたのも無理はない。アーチの下に、交番のような箱があって、 その傍らに、兜型の帽子をつけた兵隊が、銃をついて立っている。すこぶる真面目な顔をしているが、早く当番を済まして、例の手法で一杯傾けて、一見にからかって遊びたいという人相である。塔の壁は、不規則な石を畳み上げて厚く作ってあるから、表面は決して滑らかではない。 ところどころにツタが絡んでいる。高いところに窓が見える。建物の大きいせいか、下から見るとは,なはだ小さい。鉄の格子がはまっているようだ。万平が石像のごとく突っ立ちながら、腹の中で上布とふざけている傍らに、世は眉を集め手をかざして、この高窓を見上げて佇む。格子を漏れて、 古代の色ガラスにかすかなる日陰が差し込んで、キラキラと反射する。やがて煙のごとき幕が開いて、空想の舞台がありありと見える。窓の内側は、厚き帳が垂れて昼もほのぐらい。窓に対する壁は、漆喰も塗らぬ丸裸の石で、隣の室とは、世界滅脚の日に至るまで動かぬ仕切りが設けられている。 ただその真ん中の六畳ばかりの場所は、さえぬ色のタペストリで覆われている。字は何度色、模様は薄き木で、裸体の女神の像と、像の周囲に一面に染め抜いた唐草である。石壁の横には、大きな値台が横たわる。厚菓子の芯も通れと深く刻みつけたるぶどうと、ぶどうの鶴とぶどうの葉が、 手足の古る,る場所だけ光を生かす。この寝台の端に、二人の小児が見えてきた。一人は十三子、一人は遠くらいと思われる。幼き方は床に腰をかけて、寝台の柱に半ば身を持たせ、力なき両足をぶらりと下げている。右の肘を傾けたる顔とともに前に出して、 年重なる人の肩にかける。年上なるは、幼き人の膝の上に、金にて飾れる大きな書物を広げて、その開けてあるページの上に、右の手を置く。造毛をもんで柔らかにしたるごとく、美しい手である。二人とも、カラスの翼を欺くほどの黒き上着を着ているが、色が極めて白いので、 一段と目立つ。髪の色、目の色。さては、眉根鼻付きから衣装の末に至るまで、二人ともほとんど同じように見えるのは、兄弟だからであろう。兄が優しく清らかな声で、膝の上なる書物を読む。我が目の前に、我が死ぬべき檻の様を思い見る人こそ幸あれ。 日ごと夜ごとに死なんと願い。やがては神の前に行くなる我の何を恐るる。弟は世に哀れなる声にて、アーメンという。檻から遠くより吹く小らしの高き塔を揺るがして、ひとたびは壁も映るばかりに、ゴーとなる。弟は、 ひたと身を寄せて兄の肩に顔をすりつける。雪のごとく白い布団の一部がほかと膨れかえる。兄はまた読み始める。朝ならば夜の前に死ぬと思え。夜ならば明日ありと頼むな。覚悟をこそ尊べ。見苦しき死に様ぞ恥の極みなる。弟また。 アーメン、と言う。その声は震えている。兄は静かに章を伏せて、かの小さき窓の片へ歩み寄りて、との藻を見ようとする。窓が高くて背が足りぬ。将棋を持ってきて、その上に綱立つ。百里を包む国務の奥に、ぼんやりと冬の日が映る。ほふれる犬の行き地にて染め抜いたようである。 兄は、今日もまたこうしてくれるのか、と、弟を帰り見る。弟はただ、寒い、と答える。命さえ助けてくれるなら、おじさまに王の位を信ぜるものを、と、兄が独り言のように呟く。弟は、母さまに会いたい、とのみ言う。この時、 向こうにかかっているタペストリに織り出してある女神の裸体像が、風もないのに二三度、ふわりふわりと動く。突然舞台が巡る。見ると、盗門の前に一人の女が黒い喪服を着て正然として立っている。面影は青白くやつれてはいるが、どことなく品格の良い気高い夫人である。やがて、 情のきしる音がして、ぎーっと扉が開くと、うちから一人の男が出てきて、うやうやしく夫人の前に礼をする。会うことを許されてか、と女が問う。いな、と気の毒そうに男が答える。合わせ祭らんと思えど、公の起きてなれば、ぜひなしと諦めたまえ。私の情けうるは、 安き間のことにてあれど、と急に口をつぐみてあたりを見渡す。堀の内からカイツブがひょいと浮き上がる。女は、うなじにかけたる金の鎖を解いて男に与えて、ただつかの間をカいまみんとの願いなり、女人の頼み引き受けぬ君は連れなし、という。男は鎖を指の先に巻きつけて、 死案の手である。かいつぶりはふいと沈む。ややありて言う。ロウモリは、ロウの起き手を破りがたし。ミコラは変わることなく、健やかに月日を過ごさせたもう。心安くおぼして帰りたまえ。と、金の鎖を押し戻す。女は身動きもせぬ。 鎖ばかりは敷石の上に落ちて、騒然となる。いかにしても会うことは叶わずや、と女が尋ねる。起きの毒なれど、と老森が言い放つ。黒き塔の影、敵塔の壁、寒き塔の人、と言いながら、女はさめざめと泣く。舞台がまた変わる。 竹の高い黒装束の影が一つ、中庭の隅に現れる。苔寒き石壁の内からスーッと抜け出たように思われた。夜と霧との境に立って朦朧とあたりを見回す。しばらくすると、同じ黒装束の影がまた一つ、影の底から湧いて出る。櫓の角に高くかかる星影を仰いで、日は暮れた。 と背の高いのが言う。昼の世界に顔は出せぬ。と一人が答える。人殺しも多くしたが、今日ほど寝覚めの悪いことはまたとあるまい。と、高き影が低い方を向く。タペストリの裏で二人の話を立ち聞きしたときは、いっそのことやめて帰ろうかと思うた。と低いのが正直に言う。 閉めるとき、鼻のような唇がピリピリと震うた。透き通るような額に紫色の筋が出た。あのうなった声がまだ耳についている。黒い影が再び黒い夜の中に吸い込まれるとき、櫓の上で時計の音がガーンとなる。空想は、 時計の音とともに破れる。石像のごとく立っていた万兵は、銃を肩にして、小鳥小鳥と敷石の上を歩いている。歩きながら、一見と手を組んで散歩する時を夢見ている。血統の下を抜けて向こうへ出ると、綺麗な広場がある。その真ん中が少し高い。その高いところに白桃がある。 白刀は、刀中の最も古きもので、昔の天守である。縦二十軒、横十八軒、高さ十五軒、壁の厚さ一畳五尺。地方に墨やぐらがそびえて、ところどころにはノーマン時代の縦眼さえ見える。1399年、国民が三十三箇条の火をあげて、 リチャード二世に上位を迫ったのは、この当中である。僧侶、貴族、武士、奉仕の前に立って、彼が天下に向かって上位を宣告したのは、この当中である。その時譲りを受けたるヘンリーは、立って十字を額と胸に隠して言う。父とこの精霊の名によって、我ヘンリーは、この大英国の王冠と身を問う。 我が正しき地、恵みある神、親愛なる友の助けを借りて、次浮く、と。さて、戦王の運命は、何人も知るものがなかった。その死骸が、ポントフラクト城より移されて、セントポール寺に着したとき、二万の群衆は、彼の屍をめぐって、その骨立せる面影に驚かされた。あるいは言う、 八人の赤角がリチャードを取り巻いたとき、彼は一人の手より斧を奪いて、一人を斬り二人を倒した。されどもエクストンが背後より下せる一撃のために、ついに恨みを飲んで死なれたと。ある者は天を仰いで言う。あらずあらず、リチャードは断食をして自らと命の根を断たれたのじゃ。 いずれにしてもありがたくない。帝王の歴史は悲惨の歴史である。開花の遺失は昔、オルターロリーが優秀の際、万国史の層を記したところだと言い伝えられている。彼が、エリザ式の半ズボンに、絹の靴下を膝頭で結んだ右足を左の上へ乗せて、画面の先を紙の上へついたまま、 首を少し傾けて考えているところを想像してみた。しかし、その部屋は見ることができなかった。南側から入って螺旋状の階段を登ると、ここに有名な武器陳列場がある。時々手を入れるものと見えて、皆ピカピカ光っている。日本におった時、歴史や小説でお目にかかるだけで、一向容量を得なかったものが、 いちいち明瞭になるのは、花はうは嬉しい。しかし嬉しいのは一時のことで、今ではまるで忘れてしまったから、やはり同じことだ。ただなお記憶に残っているのが、甲冑である。そのうちでも、実に立派だと思ったのは、確かヘンリー六世の着用したものと覚えている。全体が鋼鉄製で、ところどころに増感がある。 最も驚くのは、その偉大なことである。かかる甲冑をつけた者は、少なくとも身の丈七尺くらいの大男でなくてはならぬ。世が感服してこの甲冑を眺めていると、ことりことりと足音がして、世のそばへ歩いてくる者がある。振り向いてみると、ビーフイーターである。ビーフイーターというと、 四十牛でも食っている人のように思われるが、そんなものではない。彼はロンドン島の番人である。シルクハットを潰したような帽子をかぶって、美術学校の生徒のような服をまとうている。太い袖の先をくくって、腰のところを帯で締めている。服にも模様がある。模様は、エゾ人の着る斑点についているような、 すこぶる単純の直線を並べて、角型に組み合わしたものに過ぎぬ。彼は時として、槍をさえ携えることがある。穂の短い柄の先に、毛の下がった、三国志にでも出そうな槍を持つ。そのビーフイーターの一人が、世の後ろに止まった。彼はあまり背の高くない、太りじしの白ひげの多いビーフイーターであった。 あなたは日本人ではありませんかと微笑しながら尋ねる。世は玄関の英国人と話をしている気がしない。彼が三四百年の昔からちょっと顔を出したか、または世が急に三四百年の古を覗いたような感じがする。世は黙して軽く頷く。こちらへ来た前と言うからついていく。彼は指を持って、 日本製の古き具足を指して、見たかと言わぬばかりの目つきをする。世はまた黙って頷く。これは猛虎より、チャーレス二世に献上になったものだと、ビーフイーターが説明をしてくれる。世は見たび頷く。白刀を出て、ャン刀に行く。途中に分取りの大砲が並べてある。その前のところが、 少しばかり鉄柵に囲い込んで、鎖の一部に札が下がっている。見ると、塩木場の跡とある。二年も三年も、長いのは十年も、日の通わぬ地下の暗室に押し込められたものが、ある日突然地上に引き出されるかと思うと、地下よりもなお恐ろしきこの場所へ、ただ据えられるためであった。久しぶりに晴天を見て、 やれ嬉しいやと思う間もなく、目がくらんで物の色さえ定かには傍中に移らぬ先に、白き斧の刃がひらりと三尺の空を切る。流れる血は、生きているうちからすでに冷たかったであろう。カラスが一匹降りている。翼をすくめて、黒いくちばしを尖らせて人を見る。百年癖欠の恨みが凝って、化粧の姿となって、 長くこの不吉な地を守るような心地がする。吹く風に、ニれの木がざわざわと動く。見ると、枝の上にもカラスがいる。しばらくするとまた一羽飛んでくる。どこから来たかわからぬ。そばに七つばかりの男の子を連れた、若い女が立って、カラスを眺めている。ギリシャ風の花と、 玉を解いたように麗しい目と、真っ白な首筋を形作る曲線のうねりとが、少なからず世の心を動かした。子供は女を見上げて、カラスが、カラスが、と珍しそうに言う。それから、カラスが寒そうだから、パンをやりたい、とねだる。女は静かに、あのカラスは何にも食べたがってい,いやしません。 という。子供は、なぜと聞く。女は、長いまつげの奥に漂うているような目で、カラスを見つめながら、あのカラスは5羽います。と言ったぎり、子供の問いには答えない。何か一人で考えているかと思われるくらい済ましている。世は、この女とこのカラスの間に、 何か不思議の因縁でもありはせぬかと疑った。彼はカラスの気分を我がことのごとくに言い、三羽しか見えぬカラスを五羽いると断言する。怪しき女を見捨てて、世は一人坊山島にいる。